10月26日、立教180年秋季大祭が中山禅師心柱様を祭主に天理教教会本部で執り行われました。立教の元一日に由来するこの日、国の内外からおよそ7万6000人の養牧信者が親里に帰り集いました。祭文奏上に続いて神楽勤め手踊りが陽気に務められ、参拝者一同も心一つに御神楽歌を唱和しました。人間創造の目的である、その後心柱様が神殿講話に立たれ、立教の本旨を改めて示された上で原点に一層親しみ、教えに即した通り方を心がけるよう促されました。また一面から見れば陽気暮らしの雛形とも言えるのであります。